かっこいい。はい、皆さんこんばんは。長岡 HR 420モスケです。はい、今日はですね、北九州から送られてきた CB1 豪華 AB182 曲が作った、見た目は ICB-R5 なんですけども、まあ、R5 の、外側とかチャンネルセレクターなどなどをね、使っただけで、無線機としての送受信の回路については福岡 AB182 曲が全く新しく作った、新技術をもちろん取得しています。この CB1 について紹介したいと思います。ということで、じゃあ CB1 の、本体の方をよく見ていきたいと思います。まあ、パッと見は、ICB-R5 ですね。電源は同じようにここで入りますし、チャンネルセレクターも、同じですね。で、ボリュームもここで調整できます。ちょっと、まあ、部屋の中なんでね、ノイズが降っちゃってますが、はい。ただですね、このスケルチのつまみは、スケルチとしては動作しません。というか、市民ラジオ運用していてね、スケルチって使ったことないですかね。普通開けっぱなしですよね。で、ここがですね、この無線機の場合は S メーターくらい見てもらうと分かると思うんですけども、受信感度の調整になっています。あとですね、このレバーは、受信帯域幅のワイドとナローの切り替えになっています。はい、受信音がね、変わるのが分かるんじゃないかなっていうふうに思います。またこのナローにした時の、効果っていうのは実際にフィールドテストで、検証したいと思います。あとはですね、 CB1 の一番の、かっこいいポイントっていうのはこれですね、はい、周波数表示です。CB1 のこのプロトタイプは R5 のボディを使っているので、7セグで周波数が表示されます。今27144になってますけども、チャンネルに応じて周波数が変わっていきます。まあ、この機能ね、別になくても全然いいんだけど、かっこいい、はい、という機能だと思います。あとですね、当然 R5 をベースにしてるので、これ AM ラジオ、も聞くことができます。ちょっと部屋の中なんでですね、ラジオ聞こえづらいですけども、ラジオの回路も入っています。マイクに関しては、4ピンのマイクコネクタがついています。このケンウッドのマイクが装着されています。で、この状態でですね、きちっと、審議的の検査に合格しています。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。またですね、この CB1 をフィールドに持ち出して送受信性能についてチェックして、また動画をアップしていきたいと思います。ということで、また今後にご期待ください。じゃあねー、バイバイ。